自分は人生で初めてですけど、うん、怖くて泣きました。18で職人始めてすごかったんですよ、暴力とか。鼻バカーンいかれて前蹴りバーンと出てきて、で足番線でバッツバツに締められて運転してると思ったんですよ。お前もう二度と顔見せるなって捨てられたんで、ドバに。お疲れ様です。面白いメンバーで、はい、本日なんとここまでございますか。ここは浜松の大家第10、はい、竹の行きつけの店だ。そうです、ね、うん、まあまあおしゃれな寿司屋さんだ。おしゃれっすね、うん、何しにわざわざみんなでこんな男が集まって浜松まで来たかというと、社員の親に会ってみたー。大丈夫ですか。いや緊張しますよ。緊張するよな、さすがにな。はい、乾杯。めっちゃ豪華やん。こんなにいつも食べとんのかな。いや、ちょっと振る舞ってみる。つまみとか。うん。エシャレ食べたことない。ボカベ嫌いかもしれん。辛いやつ。初エシャレって言ってます。人生初エシャレ。初エシャレつけて。鼻つまじく食べてるつまみじゃん。辛い。苦い、辛い。苦くはないだろ。その日取れたのを市場で。買って買って、その日でおすすめのもので買われる。作ってくれるんだ。はい、うん、ちなみに浜松では、あの建設業、全員塗り替え道場見てる。それでも一種類だけだろ。いや、いろんなとこ応援行っても、やっぱ塗り替え道場ほんと連絡来る。来ますけど、お前塗り替え道場行ったとか言って浜松めっちゃ来ます。お前、いつまでカメラ持たせるつもり。あ、すいません。ね、言いたことあるんだろ、視聴者。言いたことあるんだろ。僕も YouTube やっぱ見るんですよ。うん。チャンネル登録がどういうことか分かるんですよ。どういうこと？どういうこと？まずどういうこと？どういうこと？まずどういうこと？チャンネル登録は、うん、ぶっちゃけもう、チャンネル登録ってボタンを押すだけです。違う違う。俺はチャンネル登録っていうのは、ファミリーに入ることだと思う。ああ、ファミリーね。みちくん、それ言っちゃうと、岡部の続きがいけない。続きが、俺もファミリーの一員になってほしい。いつもこうだから。でも、とりあえず泳がしてこう。この新会社とりあえず泳がしてこファミリー増やしたいんで。ああ、そういうことだ。ファミリー増えてほしいんで、やっぱ正直ボタンを押す作業をしてほしい。まあ1秒ですね。1秒。あなたの1秒を僕にください。ああ、そういうのね。で、ダメなんですかね、一番まともって言ったら常識がある。足場はね、みんな常識があるんじゃない。それ常識なかったらいいから。じゃあお前が誰がまともだと思う。足場の中で松田さん。ああ、松田君だ。ああ、わからん。リュウジ君だよ。もう考えとるし、多分自分だよ。でも、え、でも多分俺が松田君かなって思っちゃう。なんでお前自分の名前出すんだって。お前、いや、まともですよ。大丈夫。いや、松田君ですよ。すげえちゃんとしてるもんな。マジでしっかりしてる。たまに出る九州弁が怖いです。なんで土下しとったら今度ぶち殺すこの野郎。社長のドッキリやったんだけど、あれ見て、うん、足なっとるんじゃないですかみたいな。怖く思ってた。あれ怖かったよな。時折片鱗が見える。あれ怖かったよな。お前は岡部なんか面白い話あんの？僕18で職人始めて、芝居さんで、その時なんかもうすごかったんですよ。もう親方が暴力とかで、僕その時何かな、ブレスカなんか落としてマンションの改修でマンションの手すりが曲がっちゃって、お前じゃあ今からお前も曲げたるわって、鼻バカーンいかれて。マジで鼻ひん曲がって。嘘。もう鼻血だらったらで。それは社長。社長です。マジで。しかもこう、僕こうなってるじゃないですか。うん、こうなってるところに前蹴りバーン飛んできて。マジで。もう鼻が完全にいかれて。で、その後一件あって、僕ももう絶対やめたると思って、うん、とりあえず3日ぐらいバックれたんですよ、うん、そしたらでも家も割れてるんで、うん、で家に来て、うん、で僕もアホだから家にいたんですよ。飛んだのに。家の鍵が、うん、あの番号のやつだったんですよ、うん、ピッ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 っていう、うん、あ、オートロック。あ、そうそうそう。で、僕変えてたんですけど、あの、マンション借りた時から。うん、でも、アホなんで0000だったんですよ。で、すぐバレて、開けられて、とりあえずトイレの中に閉じこもったんですけど、まあ、それも開けられて、で、連れてかれて、トラックで来てたんですよ。うん、社長と、もう一台でなんか若いのが3人ぐらい。うん、で、とりあえず、お前は逃げるからって言われて、ここ、あの、助手席にラッシングされて。ラッシング？マジで？助手席にここラッシングされて、うん、
で、足番線でバッチバチに締められて。そう。で、めちゃくちゃ痛くて。ここ内視普通に障害じゃん。両方内出血。そりゃそうだよな。シノで締められた。そうそう。マジで？シノで3週ぐらい。マジで？ 3 週ってバチバチ痛いやん。めちゃくちゃだな。で、もうお前携帯も電話出ないからいらんだろうみたいな。うん。ハンマーで。バッキバキにされてる。マジで？やば。で、その時冬だったんですよ。12月とか。うん。とりあえず置き場行くぞって言われて、パン1にさせられて。マジで？パン1でラッシンググルグルしてられてくっすね。嘘。嘘でしょ。お前どうやら死ぬんやん、お前。本当に死ぬと思った。ちょっと持っただろ。いや、全然持ってないです。あの、会社名も出せますもん。おー。お前来るぞ、会社に。その大きな会社があって、そこにずっと入ってる、子会社だったんです。うん、その子会社も潰れましたね、うん、結局そういうやり方が主流だったんで、僕と同年代が3人ぐらいいたんですけど、みんな辞めちゃって、でたまたま、その捨てられたのが11時ぐらいで、その大元の社長が来て、夜中に何か取りに来たので、お前何やっとんの何やったの？何やったの？どうしたんだろう最初に。縛られてる状態で覚えてたよ。で、お前、何々の岡部だろうって言って、うん、とりあえず助けてくださいっつって助けてもらって、で、服もなんかそこら辺にあったカッパかなんかマジで、はい、とりあえず帰って、次の日もとりあえず当然行かない。で、社長とかなんちゃう、もう明日から今度いいぞみたいな感じで言うと、もう二度と顔見せるんだっつって捨てられたんで、ドバに、うん、で住んでたマンションが、その社長が住んでたマンションのすぐ近くで、家が、僕もうめちゃくちゃ恐怖心があって、荷物も取りに行けないみたいな、あっちゃうんじゃないかみたいな恐怖心がすごくて、で、その後に、友達のお父さんの知り合いの会社に入って、そこの親方と一緒に荷物取り行って。すごいよな。おるんだな、そんな会社な。まあ、おる？まあ、あるにはあるんですよ。あ、ほんと？それこそ岡部みたいな子がバチボコやられてるのは見てました。でも、そうだね。警察行ったら、まあ、そうだね。でももう、言えるような心理状況じゃないですか。みんなそうやって言えるの、ね、もう言えないですよ、何も。ああ、そういうこと。で、なんか、とりあえず飲み会とかでも、もう、機嫌だけ悪くしないように。ああ、もう絶えず、もう先輩後輩みたいな感じでやっとる。絶えず気使い続けて。で、僕、共通の知り合いの女の子がいて、なんか、今、飲み屋やってる。うん。その人。ああ、もう、飛びやめて。やばい。いや、多分普通に、ボトルじゃなくて、番線飾ってる。番線とラッシング飾ってる。絶対。思い出した。番線とラッシング。あの足前で見て硬くないから痛いよね、締めるよ。締めたらだって回せば回すほど入ってくる。それは入ってくわな。めちゃくちゃ痛い。だって鉄の敷板がもうバチバチになるから次だってパクられるレベルだろ。しかもその時自分初人生で多分初めてですけど、怖くて泣きました。怖すぎて俺がいたからやめてくださいって言って、番線だけ切ってくださいって。ラッシングでも増えたから、ラッシングでも女子的にラッシングはまだなんとかこう抜け出せそうだから頑張れば。で、そしたら番線持ってきたんで、そりゃ怖いよな。足場の上で蹴りでグーパンでバカ殴って蹴り顔面に入れてくるやつだろ。仕事でミスしたぐらいでな。それお前だけでやるだろ、他のやつもみんなやるだろ。僕ともう一人やられてます。一番ひどいみたいな。で、僕より先にその人が辞めちゃったんで、で、僕読んで全部。ターゲットが全部かかる。お前なんかいじめられそう、いじられキャラだもんな。いい。最初はいじられだったんすよ。なんかそっからヒートアップして、ボッコボコにされだした。お前らも変わったらごめんな。あれは別に、とりあえず3日飛ぶっすよ。いいって、3日だけで。3日で済むんだ。3日で済むんだ。またお前、岡部に持ってかれたぞ、お前。今のネタを超える。いや、ないじゃあ、視聴者の皆さん、冒頭に言ったと思うんですけど、竹野、本当はここのために浜松来て、でもこれはまあ明日になるかな、明日の動画になるかな。で、ここでまあ一杯、竹野、まあ、昔育った場所っていうか、まあ、ここで仕事の経営者とかであったり、いろんな、もう本当美味しい寿司屋さんで、楽しみにしててください。ありがとうございます。よろしくお願いします。せーの。またねー。チャンネル登録もしたってちょー。いけ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 、最後。行けよ。あなたの人生の一部僕にください。なんで欲しいっす。ファミリーになりたいんで。チャンネル登録よろしくお願いします。言えたよお前。